ゃん。今日はお楽しみボックスのおもちゃをね、全部開けていっちゃおうということで、はるくん、全部開けちゃおう。はい、よかったね、はるくんの大好きなやつから開ける。うん、はい、それではね、今日はこの前来たお楽しみボックスをね、今日ははるくんが開封してね、遊んでいきたいと思います。うん、よし、まず何から開けていく。やっぱりそれやっぱりそれか。まずね、ミライドライドウォッチから開けていく。うん、いいよ。出てきた。大丈夫。お、かっこいい、はるくん、いいじゃん。シュー、こっち向けて、こっち向けて、かっこいいじゃん。あ、うん、うん、行こう。あ、それが開けたいの？うん、な、それ開けてみようか。うん、こうきたね、開けてみて。じゃん、あ、いいじゃん、カード入れれるね、カード、うん、次はどれ開けてみようか。それ開ける。はい、ウサピョン開けてみる。プジュポン、ウサピョンな、じゃん、うん、うん、お、触って楽しい妖怪トークだって、喋るんだ、ウサピョン。妖怪なんだって。えぇ、ほら、取れた、ウサピョン、ウサピョン帽子取れた。こう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 。今日のユンは、はい、じゃあハルくん、次の開けてみようか。はい、次はどれ開けようか。でいいか、それ開けてみようか。はい、こちらのね、5種類のうち1つが入ってますっていうことです。そしてさらにね、5種類プラス1種類っていうことでね、なんかレアみたいなのがあるのかな、なんか。ああ、何が入ってったかな、レア入ってるかな。内緒、内緒な。見してよ。ピッシュポン。なんだ、誰だ誰だ誰だそれ。ピッシュ、ピッシュ、ピッポン。はい、チョッパー出ました。顔どこなのって感じですよね。なんか体勢が面白い、体勢が、ほらこんな感じ、体勢。次はどれ開ける？ピーポー、プジポー。それ開ける？プジポー。うん、ダメ。カチャバン。お？プジプジプジ。ハルくんすごいね。尿意棒はここ、ここに持つんだよ、手に持つ。カチー、なんか持ち方変じゃない？こんな感じでいいの？悟空の尿意棒。チェチェー、おめえら、どっちしてやる。カチー、カチー。次はどれ開ける？それ、クリカ。あ、そっち開けるの？
じゃあそれ開けてみようか。あ、ちょっと、うん、何それ。ちょっと見して。すごい。どうやるんそれ。すごいな。何。なんかこれだけじゃ発光しないみたいです。Z リングがいるんだな。なんかこれだけだとね、なんか光らないみたいです。はいはるくん、じゃあ次行ってみようか。どれ開ける？それ開ける？よっしゃ。これ面白そうなん。パパがそれ欲しかったやつなんよ、はるくん。パパそれ欲しかったやつ。え。気をつけてね。噛みついてくるよ。ええよ。うわ、やっぱり面白そう。それ面白そうなん。あ、その中電池入れるんだろう。あ、ここにもある、ほら。これもある。見て見て。あ、鎖だ、これ。ほら、鎖が入っとる。あ、やっぱここだ。ここに電池入れるんだね。で、これを。びっくりした。びっくりした。そうそうそう。怖い。聞いて。怖い。大パニックじゃん、アルくん。びっくりした。聞いて。ちょっと待って。わあ、怖い。聞いて。おー、怖い、アルくん。プイ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 怖い。T シャツ着てみようか。あ、それ開けてみる？はい。はい。ストラップだね。はい、なかなかハルくん可愛いね、これ。ワンピースのストラップ。じゃあこれ T シャツ開けてみる？ハルくん T シャツ着れるかな？あ、いいじゃん。かっこいい、ハルくん。今度着れるね、それ。あ、畳むの？えらいじゃん。すげえじゃん。おー、すごい上手。はい、最後ね。ドラえもんのバスタオル。あー、すごい、かわいい。あい、めっちゃかわいい。いいな、これ。あそこにするの。そこにするの。間違えとらん。あ、いいか、普通か。せんといったんな。はい、かわいいな、ドラえもんのバスタオルも。いいね。よかったね、今回。何が一番良かったですか？あ、ウサピョン、やっぱり？ハルくんはウサピョンがね。あ、よかったな、ウサピョン、よかったな。はい、今回、お楽しみボックスのね、おすすめ商品は、ウサピョンらしいです、ハルくんのね。ということでね、今回はお楽しみボックスを全部開封して、はるくんと一緒にね、遊んでみました。6月号もね、またね、紹介していきたいと思いますんでね、ぜひ皆さん見てください。それでは、また見てくださいね。バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。バイバーイ。